指定の受け入れにつきまして、県としてはこれを合意しようという判断をしまして、本日午前に国への文書回答を行いました。政府は有事の際の自衛隊などによる国民保護に備え、全国の空港や港湾の整備を進めていて、県内では特定重要拠点の特定利用港湾の候補に、高知新港を含む高知港、佐紀港、すく湾港が挙がっています。 県は民間利用の優先や防災インフラの整備、自衛隊による大規模災害への対応などの点から、3つの考案の指定を受け入れる方針を示し、3月19日に港がある3つの市と意見交換を図ってきました。県は国の説明とともに3市との意見交換も踏まえた上で、受け入れ合意と判断し、今日国に文書で回答しました。 浜田知事は特定利用公安の指定に同意し,ていな,くしなくても公安法,法が定める不平等取扱いの禁止により合理的な理由がなければ自衛隊艦船による利用を拒否できないと説明指定に伴う自衛隊の利用は年に数回の訓練の利用にとどまり有事の際に攻撃目標とされるリスクは高まらないとの見解を示しました。 今回の指定そのもので,です、ね、軍事利用化が進むというような関係にはないというふうに考えていいのではないかということを県民の皆さんにも申し上げたい、県民の皆さんにとって、直接この公安の管理をするという点で、説明に当たるべきは県でありますから、県としてできる説明はいろんな機会を通じてやっていきたいと思っております県はホームページで、特定利用公安についての県としての考え方を掲載し、 県民に理解を図ってていいくとしています県では今月末までに国との合意を正式に結び今後の円滑な利用に向けて関係機関と協議を進めていく予定です。